はい、皆さんこんにちは、ゲームウィズナウシカノーです。はい、皆さんこんにちは、ゲームウィズシロです。はい、今回は、取得順でね、振り返るモンスターボックスということでナウシカ編でやっていきましょう。パート2、はいはい。で、まあ、前回ヤマタケまで言ったのかな、はい、なんで、まあ、その続きですね、はい、いきましょう。はい、いや、どれだろうな、これどれから言うんだと、うん、バームテックスかな。その辺から。でも結構ハーレー、うん、ハーレー X とか最近重心化したから。そう、でもこの辺別になんかね、うんうん、まあ、なんで引いたのかは覚えてない、うん、はい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 、うん、最初なんか超重限でしたよね、 X は。あ、もうこの辺極み祭りだったっけ。なんかさ、でもなんかのポンポン限定変わったよね、そうそう、ハーレー X とか。はい、はい、なんで、はい、バムと X がね、はいはいはい、むっちゃ強かった印象がある。 X シリーズね、うん、X シリーズは本当バックス最初超強かったっすよね。めっちゃ難しいと思った、うん、しかも出ないし、そう、どのパーティーで勝ったかも覚えてないけど、うん、とにかく苦労しましたね、はいはい、バムと X は。ランキングがもうちょっとじゃんもうちょっとこれ強いよ、うん、これ超強いですよ。だからそう強いと思ってね、うん、マインスイーパーのキャラがこの時欲しかったから、いなかったっすね、めっちゃいなかったっすからね、取りましたね、はい、苦労して。あれもうニラカができんすもんね。そうで、まあね、はい、あのここで、まあ、まだこの時ね、うん、雑誌特典の付録 の、うん、あのシリアルコードが、うん、あの有効というか使える EOS でもね使う時だったんで、あのレッツ&ゴー、はい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 、コロコロ兄貴っていう雑誌かな、うん、の付録特典のあれでね手に入れました。はいはい、はい、うん、これいいんですよね、亡霊とか、ね、これいいです。でアイスシールね、自分結局マルチの条件を、うん、もうソロ勢だったから達成できなくて、はい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 、あのこのまま石のまま石のままこれね、俺もね、あの辞めたシーズンにふとログインして手に入れたんですよ、うん、でその時ログイン勢だったじゃないですか、うん、何のことか分かんなくて売ったんですよ、うん、だから図鑑こいつだけ、これ何も言わないと思うんですよ。これどうにかなんないの、ウリエルの鍵とかで、こいつウリエルの鍵なんだ、しかも、はい、はい、でね、うん、そうね、自分もなんかレンシェントリゾーが欲しかったね、うん、ね、あれいいよね、しかも言われてたから、一時期なんかあれ持ってるとね割と楽になるみたいなこと言われてたから、で、はい、ここで、でこの辺でね、うん、クレオパトラが出るんですよ、限定で。あ、はい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 、で自分結構ガチャまだこの時、うん、上杉あたりから、はいはい、モンストのガチャって結構出るんだなと思ってね、うん、クレオパトラもね狙って引いてみようと思ったら めっちゃ出なくて、光と闇のハーモニーだね、そう、めっちゃ出なくて、はい、こういうことになった、懐かしいな、こういうことになったね多分この時にハーメこれ多分全部この多分ねあ、そうですよね、光闇の軍団、ベルゼブブからクレオパトラまでそういうことだと思う、うん、でもなんとか出たけど、はい、うん、出たらでも嬉しかったね、うん、でも今じゃ重心化常連ばっかだからね、そう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 、ファミレンゼウスワールド、うん、で当時はブライトとかも普通に強かったからね、強かったね、号令ね、あとマイスイで AGB で、うん、ブライトマジ強かった、ね、ブライトマジ強いと思ってブライト使ってましたね、はいはいはい、はい、でね、あとここで思い出深いのはドラキュラだな、ドラキュラ、ドラキュラむっちゃつ、水属性のアンダメはむっちゃ作りたくて、はいはい、ああ当時ねルイとかね、 そう、その辺だったもんね、でもこいつむっちゃ強かったんですよ、うん、水属性なのに、うん、火属性の敵が出てくるから上杉連れてってたんだけど、はいはいはい、もうむっちゃコンテしたって作った思い出があるもん、はいはい、あ、こいつのクエストがね、そうそうそう、そうだね、そう、今じゃもう大黒ガブって言ってね、そうそうそう、無双できちゃうけどね、当時は辛かったよ、ね、うん、で当時なんかね、はい、なんかの遊びに朝早く遊びに行ったかなんかしたんですよ、うん、友達の車で、はい、でまだ夜が明けてないうちから車で乗ってて、はいはい、で朝9時6時9時台かな、それが9時、うん、12時台とかでドラキュラ来てて、うん、あの千葉のなんだっけ、でっかいイオンなんとかモール、ララポートじゃないけどなんかそういう、はい、うん、なんとか愛違う、うん、なんかあるよね、もうショッピングモール、でっかいショッピングモール、はいはいはい、千葉の、うんうん、の駐車場で止めて、うん、その運転してる人が寝てる間も自分やってた思い出、ああなるほどね、うん、ドラキュラをね、眠たい、俺も寝たいと思いながらドラキュラやってて、しかも全然落ちないのなんか業務感出てますね、大丈夫ですかしかも全然落ちなくて、はい、あれでしたねっていう、頑張ってそうそうそう、
確かにね、こいつ貴族性積んではいかなかったですからね、うん、であれかもう次、うん、次初めてのイザナミゲット、はいはいはい、これむっちゃ嬉しかったね。電車の中でやってて、うん、あ、そうなんですか。そう、10時ぐらいの降臨かな、うん、なんかで電車の中でやってて、上杉誰だろう、うん、上杉テキーラ、うん、あ、そう、上杉入れてやってた。そう、自分上杉入れて、あと、はい、フレンドナポレオンか誰かかな、うん、でクリアして、この時もむっちゃ嬉しかったね。でこの辺の調節は本当勝つと嬉しいっすよね。めっちゃ手が本当ね、うん、手が震えてた記憶があるイザナミでもね、うん、その前にイザナミ普通にね、ノラマルチで勝ったんですよ。あー、落ちてないだけ。自分そうテキーラ持ってたから入れてもらえて、うん、はい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 、で、あの全然攻略も自分あんま知らなかったけど、うん、しかもなんか歩きながらやってたりしたけど、うん、勝って勝ったじゃんと思ってでも落ちなくてはい、はい、うん、まあ、そういうこともあったね。そうよ。で、あ、そうだ、で咲夜姫があれかな、うん、2周年とかかな、2周年じゃないか、復刻の方か。咲夜姫のやつ2周年じゃなくて、何で来てたんだろう、俺は全然わかんないですね。2周年じゃないけど、アイスシールがだってこんぐらいでしょ、うん、でイザナギ何記念で来るの、クリスマスのゼウスが今見えてるってことは何かのあれだと思うね、はいはいはい、なんかのあれの記念で来てたんだ。あ、でも2周年っぽいね、クリスマスの前だもんね。そう、10月だし、で2周年かな、はい、うん、でも2周年か、うん、まあ、なんかで復刻したんだ、うん、1周年かな、あ、1周年か、周年かな、はい、はいはい、でまあね、でイザナギ、うん、ここで取りましたね。取りました。イザナギもでも結構最初意外に癖があって難しいのかなと思って、うん、あのボスラッシュがなんか難しいと思った。すごいボスラッシュきつかったっすね最初。思ってたな。イザナミ戦とか普通にきつかった。クリアしたのも覚えてないけど、そうラッシュきつかったっすよあれ。でね、ここの辺でも特に、あ、あとそうか、チオ、チオら辺のガチャシリーズも結構ね、はいはい、一通りコンプしてないか、あ、してない、してないですね、してないね。ジェラルドがいないね、うん、ジェラルド後からなんですね、うん、出た時なんかちょっと評価高かったですもんね、うん、でそうね、はいはい、で、まあ、クリスマスのネゼウス来てと、はい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 、これゴジラ第1弾、これゴジラ、いやこれ第2弾で、あ、2弾だ、本当だ、手に入るやつ、ヨランテいるから、でバニンゴジラ、はいはい、まあ、でもゴジラもそんなには自分、まあ、ゴジラ自体が別にね、うん、あれなんで、うん、薄興味が薄かったんで、そんなにこのイベント楽しんだ感はない、はい、そうっすね。そうね、俺ゴジラ2弾はやめたシーズンなんでね、うん、そうビオランタから3回目のさエヴァーゴジラの時に撮ったんですよ、うんうんうん、あ、でねこっからあれだ、ここで急にガチャが増える、もう1ページこれガチャといっても過言じゃないと思うけど、これね、うん、あの左上段2番目の端っこ、はいはい、あの娘さんのせいです、これは多分ね、言ってたもんね、ずっと自分のガチャ人生で一番お金をつぎ込んだ、うん、はい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 、マジでこのウリエルのために、ね、もうやばいな、右と上にバッハがいんのがいいな、もうこの時大体出たと思ったもん、すげえ。ああそうですね、いいとこはね、そう確かにアグナックスもいるし、重心祭は結構頑張ったんだ、うん、そうなんで、いや、うん、本当に出なかった。いやでも実装の時のウリエルとかやばかったんじゃないですか。やばかった、だってダブアビゴーレやばすぎでしょみたいな、うん、貫通ダブアビゴーレ、うん、でもう一体はねスピードアップで新しい SS でね、そこでやった HP の、うん、あの依存、そう初の、ね、依存 SS 出てきてて、うん、でしかもって、ね、そう可愛いなってたから、うん、そうそうそう可愛かったしね両方ね、これはね、うん、これいっちゃうよね、一番高いね、ボックス、俺のボックスの中で一番高い俺のラファエル的なあれだ、そうそうそうはいはいはい、でもアリスもまあ出てるよな、うん、そりゃ、まあそうっすよね、うん、でまあクシナダね、はい、取って、はいはい、うん、あ、もうここでクシゲットするね、そうそう、龍馬がなんかさっきに手に入ってたからそれでね、はい、龍馬ラインでクシの左下にいるあのゴーレムってその当時からずっと持ってるってことですよね、そうこれ特殊だからすげえな、なんでレベル5なのこれ、え、混ぜてんじゃないですか、なんで2じゃないですか、レベル5なの、だから多分ハテナ押してくださいよ、なんか素材で使おうと思ってて、だからメデューサとか神化したかったけど、ああ、一個は混ぜて、そう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 、そんなねえねえねえことするかな、うん、俺このその違う2で持っとくみたいな確かにね、ウケるなこれ、なんかあったんでしょうね、そうね、うん、その頃から持ってる やばいっすね、その星のコインの、うん、あれここであれだ、うん、右来て、あー右ね、右今やってなかったんだよね、寄生獣コラボがまあ急に来て右、しかも寄生獣とか新アニメじゃん、そう、まあ元はね、よう来たよね、そう漫画ですけれども、うん、そうだね漫画はね、どっちかというとね、そうそうそう、コラボは
そう、点々と右いるの何なの。このこれ何で、確かに点々といるね。これめっちゃ面白いな。なんでこれやばいな。右90にはね、うん、してないんだ。あ、してないですか。そうそうそう、7と何ですか。あと他7、いや1でしょこれ。絶対1なまってるでしょ。111。あ、本当だ、1だ。鍵がかかってんだね。でもで、つくよみ初降臨した。はい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 、はい、で、でもね、もうつくよみは、うん、この時すでにもう自分適正のウリエルと、はいはいはい、まあ、当時はね、火薬も火薬これなかったから、クレパトか、クレパトがいたから、うん、すごい楽にクリアできたんです。そうですね。そう、俺つくよみめっちゃ遅かった気がする。つくよみはもう初日頑張って、ね、うん、クリアしました。つくよみ嬉しかったな、可愛いと思って。つくよみなんかシステム人気でしたよね。しかも人気だったね。面白かったっす。そうで、そうね、この辺なんか、あ、この辺なんかよくわかんないな、こっから、うん、この辺。信長 X、 信長 X なんで引いたんだろう、はい、え、でもこれ水、あー、モンコレかな。モンコレかな。はい、モンコレっぽいですけどね。この辺なんか謎だな。 謎っすね。何のガチャこんな引いた。遊園じゃない。え、いや、いや、まだ水だけにならない時の遊園だと思いますけど。でもそれ何狙いで引くだろう、自分。確かにラファエルじゃないですか。だってまだラファエル出てきてないよね。そう、ラファエルでしょやっぱ。あ、そうかもしんない、はい、引いたのかな、自然と求めちゃうんですよ。そう、でもこの時ラファエルだった、うん、あの、そう、はいはい、うん、あ、あの狙いとか、そうそう、うん、ラファエルっていうか、その出てきてた。あ、出てきた時か、ちょうど、はいはいはい、この時期だと思うけど、ラファエル狙ったっけ。ちょっとは狙ったのか。狙っちゃいますもんね、だって自然とね、うん、そうかもしんない。男性ならブックス3体持ってんだ。そう、やば。ブックスでも人事分全然使ってないんだよな。あ、ほんとっすか。そう、結構、あ、でも破壊やってるからで結構変わってくるか、うん、まあ、31回とかか。で、まあ、じゃあそれかで3と、うん、じゃあどの辺までにしようかな。まあ、じゃあ慶喜までにしよう。はいはいはい。ああ、吉宗、うん、あ、もうちょいいけるかね、はい、で、あとオルガね。オルガ自分最初もういきなりこっち作ったんですよね、はいはい、つくよみの運枠で使いたかったんで。そう、ゲージ早いけど、まあ、重力火薬ですね、うん、白枠だったんで加速持ちともね、相性良かったんで結構十分使えますからね。で、ワクワクで激臭食べさせて、それはワンチャンできるんですよ、ワンパン、こいつワンパンライン超えて、意外に優秀なんでね、使ってて、うん、この辺の星4号の荒ぶり方やばい。でブランゼフィールドが何取ったのか分かんないよなんで取ったんだよ、確かに、うん、あ、でも当時にゲットしたクリスマスツリンデがいるんですね、うん、あ、いるいる、うん、本当だ。そこから売ってないけど、売って、売れなかったんだこれ、うん、なんでレベルトラック合わせたの。見えんだよな。あ、そう、これでもベースカエルなんですよね。カエルなんだっけ。カエルか、多分カエルじゃないですか。竜じゃないの。一応ドラゴン族ですけど、うん、そうね。で、はい、面白いな。で、吉宗さんか。ああ、これ年で。そうだ、ルシファーがいる。そうね。あ、じゃあ俺に全然まだ追いついてないじゃないですか。そうじゃん。そうだね。でバーの進み方おかしいもん。ナルシカさんだけバーの20ぐらいなんじゃないの。吉宗は作ったね、うん、自分もなんかお正月。最初に作ったんですよね、うん、お正月満喫してた、うん、なんか。俺吉宗最近の復刻で作ったの。あ、そうなんだ。うん、でもこいつは作んなかった。あ、こっちか。うん、俺むしろこれをね、こいつは作んなかった。当時後悔したわ、多分。あ、そうなの、うん、あの、やってなかったこと。なんか、あ、いい、別にいいかなと思って。別にいいかな。しかも超弱かったよね。そうそうそう、結局でさ、そうなんだ。出た瞬間からめっちゃ弱かったよ。うん、で、この投資の正月に三国志来て嬉しかった。うん、ああ、はいはい。だからちょっと絶対欲しいと思って。あ、全部揃ってるね。コンプした。うん、そう。全部使いましたからね。そう、しかも結局使えてね。うん、そう、てか、もう、そのね、アシュラ来てすぐ関羽だったから適性が、はい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 、そうそう、おおと思って。今でも使えますからね。今でも使えるからね。剣心関羽時代でしたね、これは完全にぐらいまでいくか、うん、ぐらいでいくかな、うん、くらいですかね。止めておかないとなんかいっちゃう気がしますね。でもちょっとね、ちょっと飛ばす、この辺めぼしいのないな、どっか、はい、あ、ここで止めよう。じゃあテレビちゃん、テレビちゃんで止めよう。はい、うん、テレビちゃん、はい、うん、これだから、うん、ニコ生の放送のイベントで、うんうんうん、出てきたキャラでね、出てきましたね。そうそうそう、めっちゃ可愛いと思って。これめっちゃ可愛いっすよね。うん、あの、撮ったし運曲にもしましたね、うん、はいはいはい。あ、運曲にしてんでしたっけ、したちゃん。ただでもそう、2日間限定とかだったんで。そうだよね、めっちゃ頑張った。あ、で確か、あ、これじゃ剣何倍とかじゃん。そうそうそう、うん、弱点か剣何倍、あ、剣何倍だ、剣何倍とかだったよ、ね、そう。で超歓迎なんだよね。そうそうそう、それとあと起きただ、うん、あ、そうそうそう、起きたやばかったね、マジで。起きたほんとやばかったっすよ。でこれを記念すべきあれ、うん、あれで、その、うん、なんだっけ、その土日で確かにニコニコのね、うん、このイベント来てて、うん、開催日となんか重なってね。そうそう、なんだよね。これで、これ2月なんですよ。で、はい、その次の月曜日に、
僕ゲームズに入社 するっていうあれで、あ、そうなんだ。さすがにニコニコテレビちゃんの曲作ってないと舐められない、どやどやされんだろみたいな。なるほどね。めっちゃ思って、みんな作ってんだろって。結構土日さ、その、うん、ね、次の月曜から仕事変わるから、うん、いろいろ準備あるにもかかわらず、うん、まあ、それも一つに頑張って、うん、ちょっと舐められないように、うん、最低限の義務としてちょっとテレビちゃんの音楽は、ね、こう、いや作りましたよみたいな、こういう感じで見せないとダメなんだろうなみたいな作って、はい、で、そう月曜日からに、はい、あ、懐かしい、そう入社してね、うん、まだ神谷町の頃のゲームズですけど、六本木じゃない時ね、六本木じゃない時ゲームズですけど、こっからゲームイズ、自分は上からゲームイズなんだ。じゃあ次からそうしよう、次からじゃない、あー、なるほどね、ゲームイズ時代、うん、俺まだゲームイズ来てないからあれまだ全然来てないから自分で、あ、今確かに自分これまではね、うん、そう、うん、あの一般人というか、うん、一般人こっから仕事になる、ね、こっからさ仕事になった感じしないけど大丈夫かな、いやもう、はい、ね、うん、ケットシーン2体いるから、うん、初のエッセンスさんしか聞かなきゃなってるとかね、そうそうそう、いや懐かしい、でもそうで、じゃあ次からね、はい、こっから楽しいね、こっから楽しい、激動のゲーム時代に、うん、激動入ってくるから、これ、はい、それは途中でナウシロチャンネル時代とかにもなるからね、そう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 、あ、それいいじゃん、うん、それでいいじゃん、確かにそれ行こう、その場所がいいですね、その区切り方でいいじゃん、うん、確かにやべえ、はいはいはい、じゃあテレビちゃんまでね、うん、はい、じゃあ今回はもうその、うん、うん、ね、ナウシカの王になる前の、はい、はいはいはい、無名の無名もう何だかよく分かんない時の、はい、ゲームじゃなかった、ね、ゲーム時代じゃない時の、ね、はい、ボックスでした、はい、でじゃあ次回からね、まあ、パート3からは僕は一応ゲーム時編に、うん、そうですね、突入します、入りますんで、うん、交互期待ということでお願いします、うん、いやまあね、確かにそうやってね、うん、なんかね、ボックスをからその時のね、うん、状況していて面白いわっていう人はね、うん、ぜひチャンネル登録、ね、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ツイッターもやってますんで、やってますんで、よろしくお願いします、じゃあ今回もゲームイズRPG スタジオ4からお送りしました、はい、よろしくお願いします、シロでした、ご視聴ありがとうございます、ありがとうございました。